って大きいですね。下から見上げるとそう実感しませんか？わかるわ、タワーでかいよな。というところでタワー来てます。うん、そうだね。はあ、首が痛くなっちゃったよ。行こうか、美穂ちゃん。いやー、すごいよ ね、 いいね、タワーな。鳥さんは空を自由に飛べて、私も飛んでみたいです。空も飛べるから、その気持ちなんとなくわかるよ。そうなんだ。どんな鳥になりたいの？鶏？ラクダ？みほちゃん、飛んでどうするの？うん、それはないわ。一番上しかないな。そうですよね。わかりやすいな。ありますよね、こういう気持ち。わかってくれる人がいてよかった。鳥になってもなーって感じはするけどな。ゲームできねえじゃん。占い通り、楽しかった。やったぜ。女の子の水着姿を見れるチャンスだよ。来た、室内プール。やったー、室内プール。来たー、室内プール。どうやって出すんかなと思ったけど、こいつから聞くんか。マジで全然わからんった。室内プール、室内プール、室内、室内、室内プール。よいしょー、来たー、室内プール出たー。室内プールどうやって行くんかなってずっと思ってたわ。泳ぎたいときに泳げる室内プールはいいよね。ここを、いや、行っちゃいけんわ。やぶねー、今自分の住んでるところ言おうと思ったわ。あまり嬉しいことじゃないです。ここら辺室内プールないからな。そんなこと言わなくてさ、泳ぐ以外の楽しみもあるから行こうよ、みほちゃん。みほちゃん、かわいいよ。すごいな、お前、水着、こう、パッてあってから、かわいいよ、みほちゃんとか言ったらさ、びっくりするわ。やだ、あんまり、見ないでください。それはダメでしょ、見るよ。あ、ごめん、俺、いやらしい目で見てた？そんなことないですけど、やっぱり水着って、恥ずかしくって。まあな、はじめみほちゃんもかわいいな。うわ、何考えてんだ、俺だ。あ、そうだ、みほちゃん、ウォータースライダー滑りに行こうよ。私、怖いから遠慮します。大丈夫大丈夫、怖くないから。でも、私、足がすくんじゃ。じゃあ俺が手本見せるから、ここで見てて。はい。みほちゃんにはああ言ったけど、結構怖いかも。いや、怖くはないけどな。みほちゃん、やっぱりいつの間に来てたの？さっきまで下にいたのに。ねえ、美穂ちゃんってば、意地悪しないで教えてよ。あ？うわあ！え？スライダーはどうでしたか？うわあ！あれ？ゆっくり楽しみます。あ、うんうん、そうだね。うん、シナリオが詰まってましたから。あれ、もう一人のあれ誰？一緒に。あ、知ってるけど、妹さんだよ。よし、来た、文化祭。あ、文化祭前日がないな。あなたは今、心に深い悩みを抱いていますね。抱いてない。いや、抱いてはな。え？え？あなたの悩みは異性のことですね。あ、当たってる。今後のあなたの運勢から見てうまくいかないでしょう。なんでやねん。どうしよう、絶望だ。ですが、もしあなたが理性的な行動を取ればあなたの希望が叶えられるかもしれません。本当ですか？どうもありがとうございます。怖いわ、あのカエルちゃんが怖いわ。めっちゃ目ん玉飛び出とるよ、大丈夫か？あ、すごいね、美穂ちゃん。みんな感激して出て行ったよ。そうですか？私は普通にやっているだけで。
いや普通じゃないな、プロ真っ青だよ。そんな大げさなこと言わないでください。まあ実際プロよりもね、こう趣味でやって極限までね伸ばした方がね、やっぱそういうの当たるんだろうな。いやすごいもんだよ。そうだ、人の波も途切れたし、俺も占ってよ。え、あの、それは多分無理です。え、なんで？え、どうして？よく当たるのに。特別な感情が混じると当たらなくなりますから。へえへえへえ、特別な感情ってなんだ。とぼけてんな、主人公とぼけてる。はい、なんだかとっても複雑です。楽しいような。うん、なんとなくわかるよ、その気持ち。文化祭でもこうなんですから。卒業の時ってどんな気持ちがするんでしょう。なんか死にそうな気持ちになる。うわぁみたいな、うわぁみたいな、想像もつかないな。でももうすぐなんだよな。はい、短い間ですけれど、悔いが残らないようにしなくては。うん、そうだね。でもそれって何について？え、みほちゃんどうしたんだろう。じゃねえよ、もう知ってるくせにさ。お前しらじらしいわ、しらじらしいっすわ。おーしー、遅刻して。で今回はファンキーファンシーショップに行こうかなと。今日はどうするの？ファンシーショップ楽しそうですね。それじゃ。めっちゃ楽しいよ。ルンルンルンって感じじゃない。あなたなら何を。変装に必要な帽子かな。一番下だな。美穂ちゃんに合う指輪だよ。そんな恥ずかしいです。そうそう、指輪つけてこう人をぶん殴るね、こうね硬いやつをねつけなきゃな。ほんとね、負けちゃうからね。うん、誰と戦うんや。ありがとうございました。あの、うん、大きなクリスマスツリー。どう？大きいでしょ？ボロン。サンタさんっていると思いますか？いるね。本物サンタ？そうですよね。私、子供の頃ずっと信じてたんです。俺サンタ全く信じるか信じないかって言ったら考えてすらない。子供の頃はみんなそうだよ。いつの頃からでしょうか、サンタさんはいないって思うようになってしまって。俺夢のない子供やったけんな。サンタなんているわけねえとか、そんなレベルじゃなかったもんね。考えてなかったもんね、サンタなんて。プレゼントくれんかなみたいな、そんなことしか考えてない。今は本当にいるんだってまた信じることにしたんです。なんで？だって大きくなったら誰も信じてあげないなんて、サンタさんがかわいそうです。変なこと言っちゃいましたね。うん、変じゃないさ、美穂ちゃんの言う通りだと思うよ。俺も今日から信じるよ、サンタさん。ありがとうございます。行きましょう。美穂ちゃんって優しいな。まあ実際、まあ確かに、あのテレビ局になんか、サンタさんって信じていますか今でもみたいな感じでパッて聞かれたら、うん、どっちでもいいですって俺答えそう。で、多分テレビ局の人は、いや、どっちかでいいんで、ちょっと答えてくださいみたいなこと言われるでしょ。したら、じゃあ信じます。いないっていう証言ができないからね。っていう感じで答えるかもな。はい、魔王ですけど。あ、美穂ちゃん、俺だよ。どうしたの？あ、ん？もし、よかったら、今からどこかへ行きませんか？お答えにしまーす！ガチャッとか言って切ったら面白いのにな。あるよ。選択肢あるよ。喜んで、どこでもいいよ。はい。じゃあ、タワーに行こう。それじゃあ、タワーの下で待って。うん、すぐに行くから、待ってて。で、落ち着けよ。クリスマスプレゼント忘れてる。何しようかな。これはどうしたらいいんだ。これはあかんぞ。俺の直感で決めるか。いや、しかしな。これはどうしよう。うわあ、待って。これどうしよう、マジで。あれ？これ書いてないぞ。くっそ。書いてない。どうしよう。どうしよう。書いてないぞ。
どうする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 、何をしたらいいんだ俺は。これケロケロでデベソなバッグ。他に忘れてることはないな。準備万全、これでよし、いざみほちゃんのもとへ。あ、帰っとったわ。おお、服装が違う。待たせ。私も来たばかりですよ。こんな日に急にお誘いして申し訳ありません。本当だよ、4時8だ、どうすんだよ。そんな、美穂ちゃんからのお誘いだったらどこからだって飛んでくるよ。そんな。あ、美穂ちゃん、手出る、かわいいだ。はい、変態やないかい。夜景が綺麗ですね。サンタさんが飛んでいても不思議じゃないくらい。うん、クリスマスだからサンタも大忙しだよ。あ、そうだ、展望レストランに行って食事しない？あ、おいおい。あの、このお店すごく高そうな感じが。大丈夫、金は持ってきてる。てか主人公は金無限にあるから。大丈夫大丈夫、この日のためにお小遣い貯めてきたんだから。そんな、いけません。気にしないで、さあ入ろう。男だね。俺もこんな男になりたかった。私もう大感激です。こんなロマンチックなクリスマス、ずっと夢見てたんです。右の女の子がの目つきがすごいんやけど。喜んでくれて嬉しいよ。てかめっちゃ顔近いな。もうめっちゃ近い距離で飯食ってんじゃん。夢を叶えてくれた、お返しです。はい、メリークリスマス。キスか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 。俺にプレゼント？プレゼント、やっぱプレゼントだよな。じゃあ俺も。プレゼントですか？こんなにしていただいたのに、ありがとうございます。俺もタワーに女の子連れて行ったらこんな感じになるんかな。それじゃあそろそろ帰ろうか。はい、今日は本当にあり、俺こそ付き合ってくれてありがとう。これじゃあどちらが誘ったのかわからないです。はは、そうだね。でもどちらが誘ってもやっぱり楽しくなったと思うよ。はい、私もそう思います。最後に、キスかキスか、もう一つわがまま言ってもいいですか？キスか、うん、なんだっていいよ。送ってもらっていいですか？うん、もちろん。はい、クリスマス終わっちゃったな。あともうないんだよな。あともうないからあれだな、カットだな。あれ、これが最後あれか、もう最高のあれか。前回のやつはあれやったよな、最高ランクじゃなかったよな、やっぱりな。かわいい年賀状だな。へい、というところで、さあ行くぜ。おい、あ、言い方変わったな。あ、あ、あ、明けましておめでとうございます。あ、思わず釣られちゃったぞ。新年の挨拶と初詣に。初詣行こうぜ。初詣をさ、行くときに五円玉をさ、100枚ぐらい持ってさ、チャイーンって言いたいわ。あ、はい。和服も似合うね。かわいいよ。ありがとう。可愛いよってさ、女の子絶対嬉しいやろ。嬉しくない女の子とかいるの？いないでしょ。願い事もう決めてますか？願い事か、ただいま考え中だよ。そういう美穂ちゃんは？私はもう決まってますよ。でも秘密です。俺も決まってるけどね、秘密だけどね。そうやると気になるんだよな。まあ俺も決まってるよ。あ、うん、毎回同じだよ、恋愛な。あ、もうマックスからマックス行くからな俺は。せっかくですから。そうだな、うん、やろう。食事って私好きな。今日マジかよ。
どうでした？まあこんな感じだったよ。美穂ちゃんはどうだったの？全ては気の持ちようです。いいことは励みにして、嫌なことは戒めにする。そうだな、うん、分かったような、分からないような。じゃあ別に弾かなくてもいいんじゃ。絶対今日とか弾いてるよ。一緒に初詣に来るのもこれで最後でしょうか？うん、そうだね。どうだろう、お互い来年どうなってるかによるよね。そうですね。私頑張らなきゃ。頑張るって何を？あ、分かれよ主人公。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。